はい、ともくんチャンネルです。はい、今回もグラちゃんのね、4インチのチェイサーを僕のオリジナルでね、制作してます。で、まあ一応ね、内装の部品とか、まあ細かいところですね、まあ、ダッシュボードのこう色分けしたり、まだこれね、このスイッチ類のところっていうのはシルバーに今塗ってるんですけど、そこをまたね、何かの色に塗り替えますが、とりあえずメーターとか、ハンドルとかそういうとこは色分けしてもう部品つけました。はい、まあハンドルとかね、これって持つところは、ガンダムマーカーのメタグリーンですねを塗ってます。はい、で、このメーターの裏ですね、はい、この今穴開いてるとこ、はい、このメーターのとこの色は、これね、まあ、僕も初めて使ったんですけど、まあ100均でこれ売ってます。はい、このねルアー用ですね、ルアー用のこれグリーン系の、まあ、蛍光の方ですね。はい、このこいつを使ってます。はい、まあ筆でね、これついてる筆で塗るだけなんですけど、それをメーターのとこに塗ってます。まあ裏から塗ってます。はい、で、ちょっとそれもまたこのやつもね、塗ってるとこは後ろのこれ、足マットですね。はい、一番最初ね濃い緑になってるんで、言うたら運転席側かな、はい、の後ろが一番最初に塗ったとこなんで濃くなったんですけど、そっからこういう感じの方ですね、はい、になってます。まあまた何かのルアーでもいいんですけどね、何かの方で色を塗るときでしたら、これ普通にエアブラシでもいけるかなとは思いますが、はい、まあ、またこれも試します。はい、今回はねもうちょっとだけ塗っただけなんで、はい、まあ、こんな感じの色にはなりましたが、はい、また大きくね、何かの方で塗るとか拭くんでしたらこれ使います。はい、で、まあ一応内装の方もね、センターコンソールかなのところらへんも、はい、ちょっと部品つけたり、アクセルとか後ろのシートもつけてます。はい、で、まだね、墨入れはしてないんですけど、その前に部品を少しつけてみました。はい、まあ、ガラスっていうか、窓枠ですね。窓枠のとこもこれ全部、ガンダムメッキシルバーで塗り分けしてます。はい、
で、モールのとこも、これね、モールのとこもグリルのとこも、ガンダムメッキシルバーで塗り分けしてます。はい、ドアノブのとこもね、やってます。で、あとまあ黒い方のこのバンパーですね、はい、も、うん、前後つけてます。はい、まあ今のところこんな感じで、ちょっとずつ部品を色分けして、部品をつけていってやってます。はい、まあ、もう少しで完成できるかなと思います。はい、で、一応ねヘッドライトとか、テールランプとかそういうとこをね、こっちのクリアの方でやろうかなと思ったんですけど、なんか、まあ僕のオリジナルなんで、でこちらの青いやつもあるんで、なんかね、普通のチェイサーだけやったらねこっちにしようかなって思うんですけど、まあグラちゃんで僕のオリジナルなんでね、こっちにこっちの青色の方ねを使ってみたいかなと思います。はい、こちらもね、まあ、あの青色のメーターのガラス面の方はあるんですけど、こちらの方のガラス、メーターの方ですねを使ってます、僕はね。はい、まあ、ヘッドライトとテールとかね、まあ細かいクリアパーツの方はもうこのブルー系の方に僕は持っていきたいと思います。はい、まあそれではね、いろいろとちょっとまだ色分けを細かいとこして、その都度部品をつけていって、やってますんで、また次回もね、ちょっと進んでると思いますんで、よかったらまた見てください。はい、それでは今回はこんな感じで、僕のオリジナルで制作中のグラちゃん41のチェイサーですね。はい、まあ、ここまでできましたよっていう紹介でした。はい、それでは次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。